柳川市は、福岡県の南部、筑後地方の南西部に位置する市である。市域のうち旧柳川市域、旧三橋町域は、福岡都市圏に属している。筑後地方の主要都市の一つで、福岡市から西鉄天神大牟田線で約45分、久留米市、大牟田市から同線で約15分である。市内を、掘割が縦横に流れることから、 水の都と呼ばれ、筑後地方南西部における商業の中心地であると、共に、うなぎ料理、堀割を使った川下り、旧藩主立花市の別邸、お花が全国的にも有名。この他にも、干拓地を中心に、イグサ、有明海で、海苔の養殖なども盛んな都市である。地域の中心部に、旧柳川藩の城下町と、西鉄柳川駅周辺からなる。 現在の市街地が形成されており、市街地を取り囲むように、住宅地及び農地が広がっている。西鉄柳川駅周辺は、福岡市の郊外、ベッドタウンの様相であり、城下町から発展した木内地区とは、雰囲気が異なっている。市内を、西鉄天神大牟田線が、南北に貫いており、福岡市、久留米市への通勤路線となっている。 柳川市中心部周辺の空中写真。2008年5月3日撮影の12枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。福岡県の南部、筑後地方の南西部に位置し、北九州市から南南西に約 100km、福岡市から南に約 50km。 クルメ市から南西に約 20km、大牟田市から北西に約1 5トルの距離にある。市のほぼ全域が平坦地であるため、地域面積76.9平方キロメートルのうち 99.、99.8%が過重地であり、過重地面積は県内6位の広さである。市型は南北1 2トル、東西1 1トルの菱形内市は、 ダイヤモンド型をしているが、地理的な特徴を理解するには、線形といった方がイメージに近い。すなわち、市の北東部を扇のように見立てると、西を筑後川、南東を矢部川という一級河川が、扇の両端を形成しており、その間を矢部川から分岐した沖橋川、三塚川、塩塚川が市内を貫流する。矢部川を含めて、各河川は、 扇の骨のように北東から南西方向に流れており、いずれも市の南西で有明海に注ぎ込む。そして各河川から分流する掘割が市内を縦横に走っている。市の全域が畜市平野に含まれており、市の北東部に山が中石平野南西一山が干拓地で構成される。地域の多くは古くから人工的に開拓。 干拓されてきた。干拓地は、江戸時代から昭和にかけて徐々に造成されたため、海岸線に並行して、各時代の干拓堤防と堤防沿いの集落が、連なる。標高は最高でも5から6メートルしかない起伏の、少ない低平地であり、有明海に向かって緩やかに傾斜している。市の表層のすべては砂、歴、泥からなる。 中石地帯石物で形成されており、そのうち表土層の5から20メートルには極めて軟弱で岩水比が70%と高い有明粘土層が分布している。畜紫平野の中石地帯石物は厚く重なっており、基盤の深度は柳川付近で最深部を形成し、その深度は海面下900メートルを超えるとされる。三橋町、山戸町の領町は、 従来の大技の前に、急丁名を冠している。柳川地域の歴史は、約二千数百年前の弥生式時が、柳川市郊外の河町地域に出土していることから、古く、その頃からこの地域で、稲作が始まったと推定されているが、都市としての柳川は、戦国時代に、柳川城主の河町市の城下として生まれ、安土桃山時代は、田中市の江戸時代は、 立花市の柳川藩の城下町となり、現在に至る。市北部の下町地区、南東部の高尾地区には、弥生時代の土器が出土している。869年に、高尾地区に、高尾神社が創建され、同神社の中世以降の文書は、国の重要文化財に指定されている。平安時代の藤原住友の乱の時には、太宰府を占領した、住友の弟である。 藤原純則が柳川まで進出したが、太宰言の措置の橘の木によりとその子の橘の里市通りが鎌地上で撃退した。貧通の子孫である太宰府間の橘の氏が領主となる。十二世紀には、平家の落ち武者が柳川市沖の短地区に落ち延び定住したと伝えられる。鎌倉時代に、佐賀源氏の流れを組む源の久直が、自動職となり、 鎌町氏となる。室町時代に、筑後宇都宮市の宇都宮久則が、鎌町氏を継ぎ、南筑後での有力氏族となった。16世紀に、鎌町春久が、鎌町城の市場を築き、これが、後の柳川城となる。戦国時代には、鎌町明星が、筑後守護職でもある大友司方の国人領主となる。一方で、大友氏竜像樹 島津氏の有力な戦国大名の勢力が筑後国で激突したため、戦国後期での柳川を含めた筑後地方の歴史は複雑である。五百八十一年に、鎌内チ,チムサザが、竜造寺高信に暴殺され、柳川城は落城し竜造寺氏が進駐した。五百八十四年には、大友氏の高橋昌雲、筒木道節が筑後へ進出すると、同年に、 島原の北縄手の戦いで、龍造寺氏を破った島津氏が1586年には、筑後に進出。両者は、筑後、筑前両国で争い、島津氏が優勢だったが1587年の豊臣秀吉の九州出陣によって九州は一挙に、統一、平定された。秀吉の九州市沖によって、 高橋昌雲の実施で、立花同説の養子となった、立花宗重が、南地区53万2千国の漁師として、柳川城に入城した。宗重茂は、朝鮮出兵に従軍し活躍したが、1600年の関ヶ原の戦いで西軍に着いたため所領を没収された。立花氏に代わって、関ヶ原で、石田三成を捕らえる功を挙げた。 田中義政が岡崎城から築後国三十二万五千石の領主として柳川城に入城し柳川藩を立派にした。義政は柳川城周辺の掘割整備の他に五層天守閣の構築に着手するなど柳川の城下町としての基礎を整えた。さらに、矢部川の治水、有明海の干拓堤防の築堤、荒地開墾、交通網の整備によって、 藩の財政的な基盤を固めた。しかし、田中氏は二代で、むつぐ断絶。この間、立花宗茂は、関ヶ原後に老人となったが、徳川家康に引き上げられ、道のく倉殴三万五、千国の大名となっていた。そ茂は、田中家断絶後の丘陵柳長場に十万九千国の大名として帰り咲き、以後明治まで、立花氏が藩主となる。 1697年に四代藩主、立花明二が、藩主別邸として、お花こと、小刀館を建設。お花は現在でも、立花や元刀主によって経営されており、一般に公開され、一部は宿泊、結婚式場としても利用されている。1862年には、現屋長和市出身で、 横綱土俵入りの白縫い型の創始者とも言われる、雲竜久吉が重大横綱となる。1871年、廃藩地権により、柳川藩は柳川県となり、水間県に統合され、1876年に福岡県に編入された。1872年の出荷により、天守閣を含む柳川城は全焼した。城石は、学校となり、石垣は、 干拓地の堤防に利用されたため、上席を示すものは、わずかしか残っていない。1937年に、電気鉄道の九州鉄道が、柳川経由で開通。現在では、福岡で随一の通勤路線となっており、柳川市に多大な影響を与えている。百五十三年六月に、九州一帯を襲った、昭和十八年西日本水害では、 市内各所で被害。特に旧三橋町では、町域の大半が泥海と化した。行政区域の変遷旧来の柳川市と三橋町は、市街地が連続するなど一体化していることから、柳川の名を冠した館長や西鉄の駅が、旧三橋町域にあるという事態が長く続いていたが、2005年の合併で名実ともに、 柳川市に存在することとなり、違和感は解消されつつある。しかしその一方で、他の合併都市にも見られるように、旧市町の壁を取り払った自然界としての町づくりが課題となっている。旧三橋町域にある柳川、柳川の名がついた主な施設としては、以下のものがある。また、旧三橋町には、柳川という大技が存在した。 1987年に廃止された佐賀線の築後柳川駅は上記の三橋町大和柳川に所在した。2005年3月21日に隣接する三橋町、山和町と対等合併し、旧市名はそのままに新市政が施行された。市議会設置庁舎は柳川庁舎。2007年度の実質収支比率は2.4と、単年度の収支は 比較的健全な状況にある。しかし、財政力指数は0.43と低い。これは、市の歳入構造が、地方交付税交付金に偏っており、地方税などの独自財源に乏しいことを示している。2007年度の歳入総額に占める、地方税収の比率は20%にとどまっている。 独自財源が乏しく地方交付税への依存度が高いため国の財政再建の影響を受けやすい体質にある。現在、西鉄柳川駅、中島駅周辺で2つの事業が行われている。柳川古文所管治安状況は総じて安全である。2005年における警報犯認知件数は981件と前年から4%減少した。 人口比発生率は1.32%であり、福岡県平均2.11%はもちろん、全国平均1.78%よりも低く、県内28市の中では4位の低さである。交通事故発生件数は667件と、前年から減少した。人口比発生率は0.89%と、全国平均0.73%をやや上回る。 ものの、福岡県平均1.03%よりも低い。高等学校、中学校、小学校全域が0944。旧柳川城下地区の田んぼ市内総生産、1911億円。西日本鉄道このうち、中心駅は西鉄柳川駅。特急を含むすべての列車が停車する。また、2005年の合併以前に柳川市内にあったのは、 鎌ま駅だけである。廃止路線高速道路、一般国道県道市道省東園級都市負け、住宅下げ門での吊るし飾りうなぎの生い虫詩人、北原白州の故郷でもあり、聖火が今日も保存されている。市内には、ゆかりの北原白州、段数を、長谷健母家の家火火、死火、苦が多数ある。また、この都市で撮影された映画も多い。実写映画、 柳川掘割物語は、住民が荒廃した掘割の再生に取り組む様を、記録したドキュメンタリーである。ちなみに、廃止についても、柳川で撮影は行われているが、こちらの中身は、柳川と大きく異なる、仮想の街であり、柳川市を舞台にした映画ではない。写真家、荒木信義、洋子夫妻は、新婚旅行で柳川を訪れ、写真集。 センチメンタルな旅として出版した。また、彼らのエッセイをもとにした、東京日よりでもこの、センチメンタルな旅の写真をもとにした柳川のシーンが描かれている。この他に、日本文学研究者の藤村作、作家の長世健、俳人の木村緑平、哲学者の広松渡る、俳優の妻吹里志、歌手の徳永秀明の実家、 歌手の松田聖子の実家の菩提寺もある。白州祭での掘割の夜景掘割は、クリークとも呼ばれる水路であり、柳川を含めた畜紫平野南部に一般的に存在する。畜紫平野南部では、六角川、加瀬川、畜後川、矢部川などの主要河川が有明海に注ぎ込んでおり、中世以前には提出地帯が広がっていた。中世以降、 徐々に低湿地帯を掘削開墾することで、人工的な農地が形成されてきたが、掘削後の水路が、掘割と呼ばれることとなった。柳川市内の掘割は、戦国時代の領主、鎌地明政が、柳川城の水の防壁として開発し、柳川城を、九州屈指の南高不落の県城としたが、近世都市との関連では、立ち話に先立つ領主。 田中義正によって整備され、上水道、農業用水路、洪水予防の貯水路としての機能が強化された。上水道網が完備する昭和40年代までは、掘割は、上水道、水運など生活用水としての役割を担っていた。しかし、上水道網、道路網の整備が進むにつれて、掘割の清掃がなされなくなり、掘割は水草に埋没し、 ゴミの不法投棄が横行した。柳川出身の作家団和夫は、当時の市長に、我が故郷は渋田も住まずかかばかりという句を送り、王子の姿を失った掘割を嘆いている。1977年には、柳川市街地の掘割を暗居埋め立てする計画が、市議会により承認され、実施直前であったが、下水道係長であった、広松伝いの研究。 啓蒙活動を受けて、市長、小賀杉雄の判断により一転して、堀割の保存、整備を進めることとなった。1978年に、堀割の春節や、排水規制を主体とする、河川浄化計画が実施され、柳川の堀割はよみがえった。しかし、化学薬品の流入や一般家庭の生活排水による、不栄養化の問題、 下水道整備の不足など、掘割の再生は途上である。柳川市の掘割の総延長は930キロメートルであり、貴重な農業水利を呼び、市街域の掘割をめぐる、川下りの舞台として、観光資産となっている。安国神社法の大相撲土表入りする、こと将棋区関。ありがとうございます。